誕生日なんです。よければ反応欲しいです。ハッピーバースデー。こんにちは、はじめ社長です。今回は僕からじゃないです。ご覧ください、ペヤングさんとの DM なんですけども、お久しぶりです。来週1月18日に極激辛焼きそばの第2弾、極激辛カレー焼きそばが発売されます。今回も圧倒的な辛さに仕上がっていて、弊社の代表がぜひはじめ社長さんに召し上がっていただきたいと言っており、ご迷惑でなければ商品を送付したいと思っております。問題はないでしょうか？今作もいいですね。ぜひよろしくお願いいたします。ペヤングさん、ありがとうございます。なんてことしてくれたんだい！もう、歴史を話しましょう。ペヤング焼きそばの辛さには歴史がありまして、まず、激辛ペヤングっていう赤いパッケージのペヤングがあるんです。これももう、ほんとびっくりするぐらい辛いんですけども、まあ、これが辛さの基準となっております。激辛ペヤングカレーとかもあったんですけど、それのもう最上級に辛いやつ、激辛マックスエンド、パッケージからしてわかるでしょう。とんでもなく辛い。もう、辛いのが得意な人でもちょっと苦しいんじゃないかっていう恐ろしい辛さのエンドが出たんですけども、さらにその上、鬼のイラストが書いてあるこちら、ペヤング焼きそば、ごく激辛。もう、はちゃめちゃです。なんか辛さって多少の美味しさがあるから、ちょっと思い出すと汗かいちゃうんですけど、辛さって多少の美味しさがあるからみんな食べちゃうと思うんですけども、もうなんか怖い。本当に僕は正直こんなもらった建前上言うのは悪いんですけど無理なんですよ。それの今回カレーバージョンが出たということで、焼きそばとインド、国をまたいだワールドワイドな味わいになってると思うんでね、早速食べていきたいと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。でも発売前にいただけるってことは本当に光栄なことですから、もう本当ね、ペヤングさん、うわもう色がやばい。タージマハール、もうペヤングさん本当にね、 YouTuber からするとね、ありがたい。こんなのたまらんすよ。だって見てください、パッケージ。前回は鬼みたいなやつがいたんですけども、今回はインド人ですかね。今回もしっかり書いてあります。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方のご喫食は十分にご注意ください。まあまあ今回でも量はそんな多くないんですよ。最近ペタマックスとか結構物量で勝負しに来たところがあったんで、今回は辛さに戻ったんで、まあこの量ならいけるでしょう。では早速食べていきたいと思います。せっ、これか。うわー、色がやばい、色がやばい。はい、出来残らず入れました。完成、ペヤング焼きそば極激辛カレー。あーやだ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 。皆さん本当に嫌なんですよ。辛くて耳痛くて救急車呼びそうになったんですよ。いや本当に辛いの苦手な人はマジでやめた方がいいです。僕です。ではお手並み拝見といきましょうか。いただきます。頼む頼む、もうダメだ。もうこの蒸気が、この蒸気で汗かくんですよ、いつも。何なんだろうな、これ。怪しい甘味料でも入ってんのかな。あ、やばい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 。この量を食うのに俺はどれだけかかるんだろうか、じゃあ。いただきます！いただきます。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 あうまい。ちょっと待って、やばい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 、待って。ああ痛い。ああやばい、ちょっと待って、本当にやばい、マジでやばい。ごめんなさい、喋れません。皆さん、一口食っただけでこの汗です。ちょっとこれマジでやばい。やばい、ちょっと待って、どうしよう、俺これ食えんわ。なんか俺わかんない、前の感覚を忘れてるからかもしれないですけど、前より極激辛より辛いぞ。ごめんなさい、素直にもう、やばい、ごめんなさい、ちょっとチーズ乗せますね。マヨネーズもかけちゃおう。俺がおかしいのかな、なんか前より全然辛いんだけど。ちょっと後輩にも食わせてみます。よし、いっちゃえ。いただきます。パク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 、もぐもぐ、ちょっといっちゃな、いっちゃな。辛いね、辛いね、辛いね、これ辛いね。俺と全く同じことしてんだけど、マヨネーズかけたらどうなるんだろう。いただきます。うんうんうん、あーあれれ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 れ
あ、やばい、マジやばい。チーズマヨネーズ入れてもちょっとマイルドになったんですけど、俺は無理っす。俺でも最近さ、ちょっと辛いもの食べるようにしてるからさ、多少強くなったかなと思ったけど、レベルが違いますね。カレーなんかスパイスが効いてんのかな。すいません、ガチで無理っす。これやばい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 。とりあえず食います。あー、無理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 。あー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 、これどうする、どうする、これ。勢いで食うしかない。アレンジしてもこんなきついんだから、俺多分普通に食えんすわ。もうあとこれだけなのに食えん、食うけど食います。僕の限界を超えてますこれ。ペヤングさん、届けてくださって本当にありがとうございました。また辛いのお待ちしております。